大仙駒大仙駒は神奈川県伊勢原市に伝わる郷土玩具である。大山あふり神社三景の土産物として知られ、江戸時代中期以降、大仙信仰の広まりと共に知名度を高めた。辛抱が太く安定感のあるどっしりとした駒の形と、紺、赤、緑などで色彩豊かに彩られたろく黒ろ模様が特徴であり、 神奈川名産50選の一つに選ばれている。玩具としての最盛期は昭和30年代で、その後技術保持者が減り続けていた。2017年、伊勢原市が大仙駒の製作技術を市の無形民族文化財に指定して、技術の継承と後継者の育成を図っている。大仙駒は、記事製品と大仙信仰との結びつきによって発展してきたものであり、その発祥は、 江戸時代中期と考えられている。落語の演目に大仙参りがあるように、神奈川県の大仙に対する信仰は非常に盛んなものであった。その参拝客を相手に土産物としてろくろ在が行われており、家庭用品から駒を含む玩具が作り出され、特産品として他の地方へも売られていた。大仙駒は非常によく回ることから、 金運がついて回るとの縁起にも結びつけられ、大戦信仰として大変な人気を呼んでいた。北尾重政、江戸二色にある大戦駒のが1773年の北尾、重政による玩具絵本、江戸二色には大戦在庫として、この在庫の代表品である薄や絹と共に駒が描かれている。この絵本には大戦の薄と絹ほど仲の良き駒もろこしが腹で無 つくとの句も添えられていることから、大仙駒は当時すでに名物玩具となっていたものと考えられている。初期の大仙駒はひねり駒であった。明治末期にはひねり駒に相違が加えられ、駒の辛抱をくり抜き、吹けば音が鳴る。ピンごの名で子供たちの人気を呼んだ。1967年、沈没用に限定された紙巻きタバコのホープの図案の一つに大仙駒が採用され、 大仙駒が一般に知られるようになった。1976年、世界各国の工芸家が集う第7回世界工芸会議がメキシコで開催された。日本からは二人の代表のうちの一人として、大仙駒作り工芸家の金子貞ダが派遣された、大仙駒マ制作の実演などで注目を浴びた。同1976年には、神奈川県名産五十選に入選した。 昭和初期には30件以上あった製作者は、平成期には少数となったものの、それでも2004年時点で数人の職人が製作技術を守り続けている。また先日のように、縁起物として、家内安全、五国豊穣、商売繁盛の縁起物としての価値も高くなっている。大千駒大千駒現代における大千駒の特徴として、伊勢原市はいくつかの特徴を挙げている。 材料は大山に植生する水木を用いる。芯は別材を用いて、後から差し込む形状とし、もみじや菓子を用いる。喧嘩ゴマに使用されたとしても、芯が上に突き抜けないよう、芯を差し込む穴は、上側が細い形状でとするとともに、芯棒も穴に合わせて、上を細くし、中が太いこと。全体の形はやや丸みを帯びている。くれない、愛。 紫の染料による着色が行われている。また、ロ磨きで仕上げられる。一年乾燥させた木材を輪切りにして、円筒型に打ち抜き、ろくろに固定し回転させながら、バイトで引いて作成する。次に最も大切な工程は、溝引きという工程で、ろくろで回転する、胴体部分に細く尖った道具で心房の穴を開ける、ことである。 心房の穴が曲がってしまうと正しく回転しない。駒を引いて作成することから、引き物玩具とも言われている。大仙駒の技術は、伊勢原に住む木地師によって継承されてきた。木地師の技能によって、見た目に美しく、玩具としても丈夫で実用に耐える駒が作られ、単なる子供の玩具ではなく大人も楽しむ、郷土民芸品として人気が出ている。駒を作る木地師は、 300年以上前に、早川を経て、伊勢原に移住してきた。彼らは、大仙に生育していた水木やカエデなどを材料に、ワ盆、ボン、秘釈などの生活用品を作っていた。江戸時代の中期に入ると、駒、だるま落とし、ままごとの道具などの玩具が多くなっていた。大仙駒を作る職人駒を作る木地師は、現代に至っても、旧来のしきたりを守り、 自分で使う工具はすべて自作のものである。物差しや定規さえ使うことがなく、寸法はすべて管に頼る。作り方のマニュアルや手順書などはなく、見て技術を盗む要領で技術の継承が行われるため、一人前になるまでには10年はかかるという。駒を回転させるろくろは、昭和30年頃まで足踏みのものを使っていた。この時期が大戦駒の最盛期で、 二十数人の記事士が三十件ほどの記事屋で、コマの制作を行っていた。しかし、玩具の多様化で需要がヘリ見上げ物としての販売が主流になるにつれて、記事士が減少の一途をたどっていった。1973年の時点では、記事士が八人まで減少して、後継者不足が懸念されていた。2017年3月28日、伊勢原氏は、 大千駒の製作技術を市の無形民族文化財に指定した。この時点で技術保持者が4件の5人のみとなっていて、平均年齢は81歳と高齢であり、最も若い保持者でも68歳であった。しかも、職人の団体、大志校は2016年に解散し、残る後継者がわずか1名のみという事態で駒参道の由来にもなった。 大千駒自体がなくなってしまうのではという懸念の声が上がるまでになっていた。文化財指定の前年にあたる2016年、伊勢原市内の障害者施設で技術指導を行い、大千駒の技術を時代に伝える取り組みが始まった。この取り組みには、伊勢原市からの支援もあった。伊勢原市は補助金を出したり、駒作り教室を開いたりして、技術の継承を支援する方針である。 大仙参りが2016年に日本遺産に登録され、伊勢原市や神奈川県は大仙の観光 PR に努めている。その関係で、伊勢原市は江戸時代から続く伝統を持つ大仙駒を指定文化財とした。伊勢原市は子供向けの駒作り教室を開き、小さいうちから関心を持ってもらい、将来の職人志望者を増やしたいと後継者の育成も視野に入れている。 2018年、伊勢原氏は、大仙駒の制作過程や歴史などを解説する記録映像を制作した。これは子どもたちに関心を持ってもらい、ゆくゆくは後継者になってもらえればとの期待を込めたもので、約20分の作品である。制作費は、文化庁からの補助金324万円を使い、テレビか奈川に映像の作成を委託した。この記録映像は、 大仙参りの映像とともに動画投稿サイト YouTube で公開されたほか、伊勢原市内の小中学校にも配布された。伊勢原市の観光地である丹沢大山の入り口となる参道は駒参道と呼ばれ、踊り場ごとに大仙駒をデザインしたタイルが地面に貼られている。上の踊り場へ行くごとに駒の数が一つずつ増えていく。伊勢原市の公式イメージキャラクター。 クルリンは、大仙駒をモチーフとしたものである。2013年に、日本全国の一般公募から決定したもので、大仙駒の帽子をかぶった姿としてデザインされている。伊勢原駅観光案内所である、駅中クルリンハウスの出迎えのキャラクターとしても、用いられており、同店では、クルリンの様々なグッズが販売されている。神奈川県指定メーカーであり、伊勢原市のご当地グルメでもある。 大仙駒最中は、大仙駒の形をした最中である。金運が回る、芯はしっかりなどとして、縁起物としても親しまれている。ありがとうございます。